下の取り組みからご覧ください。幕下は三戦三勝同士、千斗龍と若隼人です。共に三勝、どちらが四戦四勝なるかどうかというところですが、千斗龍出るところうまく土俵には突き落として若隼人が勝ちました。若隼人うまく変わりましたね。そうですね、あの踏み込みが良かったですからね、はい、押し込まれましたがやはり、土俵に余裕がありましたね、来場所十両昇進一歩前進。